UX アナウンサー岡拓也です。大石ゆきです。大垣玲司です。はい、はい、高校野球をテーマにお送りする今回のアディショナル J2 型の後編です。 J ね、 J です。はい、はい、で先週に続きまして、はい、今回はですねこの高校野球のトーナメント表の C ブロックを見ていきたいと思います。そうでした。まずこの C ブロックは春の準優勝校、はい、日本文理が第2シードなんですね。はいはい、でこちらの取材は私大垣が、はい、行ってきました、はい、何年連続ぐらいですか。3年連続ぐらいですかね。そうですか、はい、でやはり、今年の日本文理も、うん、まあ、強そうだなと。いやまあもうね、うん、毎年ですけど、はいはい、やはりもう投打ともにやっぱりそのタレントが揃っているなっていう印象を、うん、まあ、受けました、うん、で文理っていうとやっぱりその打のイメージ、つなぐという、つなぐ打線っていうイメージがやっぱりあって、でそれこそ、まあ、去年から活躍していたキャッチャーの宇野くん、はい、高校通算17本ぐらいホームラン打ってる、それこそ長打力のあるバッターがいるんですけど、うん、まあ、宇野くんであったりとか、まあ、1番を打つ滝沢くんっていうのが春の大会で4割ぐらい、あーそうですか、4割ぐらい、4割打っていたりとか、うん、まあ、そのやはり打線というのはやはり相変わらずといったらあれですけど、うん、やっぱりいいなと、状態上げてるなっていう印象がありました。まあ、毎年日本文理ってこうやっぱりそうバッティングっていうイメージありますけど、うん、ただ今年なんかどっちかっていうとピッチャーっていうイメージもありません。そうですね、なんかここ最近の文理の印象って個人的なすごい感想ですけど、うんうんうん、まあ、当然バッティングはいいんだけど、うん、でもしっかり守っていかすっていうイメージないですか。あります、うんうんうん、まあ、それこそ、ま、あの田中春也さんがいた時のような、うん、そうそうそう、まあ、2009年の準優勝のね、つなぐ打線、うん、はいはい、つなぐ野球がすごいこう印象に残ってはいるけど、うんうん、でもねしっかり守って勝ってる気がするんですよね。まあ、最近日本文理の強さってはそこなのかなとも思いますよね。でそういう意味では今年もねしっかりこう、はい、確かにピッチャー陣も仕上がってきてるんですよね。いや仕上がってましたね。であの今年あの、はい、大エース一人ではなくて、はい、その去年、うん、まあ、1年生、まあ、2年生から下級生時代から活躍していた、うん、丸山君というピッチャーと倉石君というピッチャー、はい、ダブルエースで、はい、まあ、今年は、はい、うん、投げていまして、ね、2年生、1年生の頃からね、あの活躍してますからね、はい、で1年生の秋に倉石くんが背番号1をつけていて、はい、で2年の秋以降はこの丸山くんが背番号1をつけているという、本当にもう切磋琢磨してきた2人なんですね、はい、でその丸山くんがマックスは140キロ、あでも140、はい、まあ、球の勢いもありますし、はい、でもやっぱりその一番の持ち味としてはやっぱその安定感であるとか、まあ、コントロールという部分でやっぱりそのかなりその監督からの信頼も厚くて、やっぱりゲームメイクできる力が、それこそその丸山くんが5回6回ぐらいまで試合を作って、はい、うん、そこから登場するのが倉石くんなんですね、はい、そう春も全試合継投でね、はい、無事勝ち上がってるんですよね。そうなんですよ、はい、全試合でリリーフで登板して13イニングを投げてもう無失点、へ完璧に倉石くん、はい、リリーフで完璧に抑えている。そうなんですよ、うん、で持ち味でいうと球速も143キロ、いやすごいですね、でもすごいじゃないですか。でも彼が一番自信あるって言ってたのはスライダーらしいです。スライダーはこの県内だったら一番自分がいいスライダー投げられるって言ってましたんで、ちょっとねスリークォーター気味、そうですね、まあ、この辺からピュッと投げて、まあ、スライダーが一番の持ち味と話していて、やはりその2枚看板というのは、まあ、かなりまあ強力な武器なんじゃないかな、分離の武器なんじゃないかなと。いや、まあ、この暑い夏の中でね、こう連戦連戦になっていく上ではすごくこう、まあ、プラスの要素ではありますよね。2人いるっていうのは大きいですよね。すごく確かに確かに、まあ、去年分離はそれこそ東京学館新潟にサヨナラで負けたわけですけど、その時最後投げてたのが丸山君だよね。そうなんです、やはりその丸山君も、まあそのまあ、去年自分が投げて、まあ、サヨナラ負けをして先輩の夏を終わらせてしまったっていう、まあ、その悔しさを人一倍持ってると話していて、やはりこの夏は自分が投げて勝つっていう、そういった思いが本当にあるんだと話してましたね。そこはすごい大事だと思う。やっぱりその夏のリベンジじゃないんですけど、やはりこの静かなる闘志を燃やしてましたね、はいはい、まだまだ注目校が、いやいっぱいありますよね、この C ブロックも、うん、大石さん注目してる校があります、はい、いやもういくつもあるんですけどただここに新潟名君と三大附属もいるんですよ、はい、そうなんですよね。もう第5シードの六日町もね、六日町も、はい、うん、いますし、これもどこがどう抜け出していくかっていうところも本当楽しみだなと、うん、でも三大附属もね、
まあ、春の大会は3回戦で敗れてるけど、はい、でも関根学園に2対1、そうです、あのベスト4に入った関根学園に2対1で、まあ、ギリギリ負けてしまった。そうなんですよ、うん、でその時も、新潟三大附属がヒット10本ぐらい打ったんですけど、まあ、1点しか取れなくて、まあ、関根学園がヒット2、3本で2点を取って、まあ、少ないチャンスをものにして、まあ、勝ったっていう、ここぞの場面で1本が出ればその新潟三大附属もかなりその、そうですよね、力があると思いますから、はい、まあ、ピッチャーも2、3枚揃っていますし、まあ、打線の方でもそれこそ関根学園からヒットを10本近く打てるってことは打力もあると思うので、長打もね4本二塁打4本打ってますね。そこがでも6日町と当たるわけですからね。そうなんですよね。もうシートで効率は6日町が唯一ですね。唯一、はい、海瀬くんでしょ、ピッチャー。あー、そうだ、まあ、海瀬くんの出来が、まあ、やっぱり試合を左右していくぐらい、こう6日町がその結果を残した要因はもう本当にその海瀬くん。でも、ね、6日町もね、すごい系統で複数ピッチャーで勝ち上がってきているので、ああ、それで海瀬君が背番号1で中心なんだけど、でもやっぱりそれぞれのピッチャー力があって、まあ、ポイントポイントでしっかり系統できているからこそ上がれたんじゃないかな。すみません、ちゃんと試合見られてなくて申し訳ないんですけど、でもやっぱりこう特に公立高校が、まあ、こう勝ち上がっていく一つの要因としては、やっぱピッチャーが何枚いるかっていうところっていうのは結構大事ですよね。2枚目3枚目がちゃんといるかどうかっていうところは、そういう意味でやっぱこう第5シードにちゃんと入ってくる6日町はきっと計算できるピッチャーが何人かいるんでしょうね。そうですね、まあ、2回戦も、まあ、海瀬君先発してリリーフで2人で勝ってますし、春の準々決勝で海瀬学園と戦って6対4で、あ、まあ、海瀬学園が勝ったんですけど、はい、6-4かでも、まあ、紙一重ですね。そうですね、あの打線をしっかり抑えたということと、まあ、開始もエースの亀山君は投げてはないですが、ただ当然投手力はあると思うので、その投手陣から4点取れているというのは、そうですね、自信につながる、まあ、春の戦いだったんじゃないかなと、はい、ただ本当大変なところに入ったなとは、初戦からもう三大付属ですし、勝ったとしても もしかしたら明君が来るかもしれないっていうことを考えると、なかなかこう試練のところに入ってきた。確かに、でも佐藤和也さんもおっしゃってましたけども、はい、その厳しい戦いをその前半戦でやって勝って勢いについたチームは強いぞって話してましたよね。そうですね、本当にこう効率の優に躍り出る可能性はありますからね。今大会で旋風を巻き起こす可能性もありますから。明君はどうですかね、今年ね。そうですね、まあ、春秋とそこまでこう多分思うような結果は残せなかったとは思うんですけれど、はいはい、うん、ただまあ新潟名君ですからね。毎年夏にはしっかり仕上げてきますから。いや、分からないですね。この新潟名君がノーシードで、そうですよね、この位置にいるっていうのが、ここからノーシードから勢いつけて上がっていくっていうパターンもあるじゃないですか。もしそうなると、それこそ準々で文明戦っていうこともあるわけですよね。そうですね、日本文理と新潟名君の試合が準々で、それも、そうですね、去年の選手も比較的残ってるんですよね。まあ、1年生から出てた権平君とか、はいはいはい、ザス君、ファースト守ってたザス君とか、はい、権平君、楽しみな選手は、ね、いるんですよ、メイン君も。そうですね、あの佐藤和也さんも、冬のこう努力は春じゃなく夏につながるっていう話を聞くと、おっしゃってましたね。全然その春の結果が、じゃあ夏にそのまま反映されるかといったらそうじゃないんだろうなっていうのは本当に感じたんで、それこそその新潟名君がその言葉通り勝ち上がってくる可能性もあるなっていうのはちょっと感じましたよね。ね、あのこのアディショナル J 新潟のディレクターを務めてる、はい、あの K ディレクターも、そうですね、K ディレクター、新潟名君高校野球部出身なん で、はい、やっぱりあの名君ブルー見たいもんね、甲子園でね、OB としては、OB の期待もね背負って後輩たち頑張ってもらいたい、ね、やっぱり期待はね大きいですよね。ちょっと好ゲームが続々と、どこが抜け出してくるのか、はい、楽しみにしてましょう。それでは D ブロックに行きたいと思います、はい、最後のブロック、はい、で D ブロック、この第3シードに入っているのが、こちらも秋と春ベスト4の関根学園です、うん、はい、
ここのブロックすごくないですか。いやちょっとあの我々も抽選会をみんなで見てましたけれども、はい、D ブロックちょっと、うん、序盤から激しいなっていう話し合いをしましたよね、うん、まあ、あの4ブロックで A、B、C、D に分かれている中では、うん、この D ブロックがかなりこう集まったなっていう印象がありますね、うん、そうですね、うん、まあ、やっぱり鴨行政、いやそうです、ね、中越、うん、柴田中央、はい、まあ、糸魚川、はい、そうですね、剣王、そうですね、いやすごいですね、改めて関根もいますかね、それで、いや、それこそまあ鴨行政でいくと、まあ、去年からエースだった、ね、まあ、辛坊君がいて、はい、そうですね、うん、まあ、球速もあの前までは全、はい、130キロ台前半だったそうなんですけど、うんうん、まあ、その二段モーションにしたりとか、はい、冬場体作りをして体重を増やしたことで、うん、球速も138キロぐらいまで、134ぐらいだったんですけど、138ぐらいなんで、まあ、4、5キロは上がったかなみたいなことを話して、うんうんうん、いましたし、いやその球速だけじゃなくてそのストレートの質が、いや特に上がったと話してましたね。新木はそうですもんね、うんうんうん、球のキレで抑えていくピッチャーってイメージもありますし、コントロールも含めて、うん、そうですよね、あの全然力感が全くないんですよね、ちょっと不思議な感じもしますよね。テイクバックもすごいちっちゃいし、はい、滑らかだし、そうそう、なんか歩幅もそんなに大きくないんだけど、そう、ね、こうリストで投げてるみたいな感じはするんだけど、はい、すっごいこれピュッとね、高め空振るんですよね、バッターはね。そのアンマッチ感がきっとバッターがこうなかなか打てない要因なんですね。特徴はありますよね。それで球速も上がったっていうことはまたね、そうですね、刀が磨かれた感じですよね、はい、2年生の春は準優勝してますからね。そうなんですよ、去年の夏以降にその大谷翔平選手がやってるプライオボールっていう、あ、出ました、あの重さの違うボールを、はい、まあ、投げたりとか使ったトレーニングもしているそうで、うん、まあ、それでこの指先の感覚もつかめたそうですし、この出力という意味でもかなり強いものが出せるようになったとも話していて、やはりその新保君はこのストレートに相当こだわりがあるって話していて、そのストレートの質を上げるために本当に体重を増やしたりとか新たなトレーニングを取り入れたりとかやってると話していたので、まあこの夏また新保君のストレートにはちょっと注目だなと思いますし、なんかこう今の時代数字球速だなんだって言われてますけど、うん、もうこだわってるのはキレなんですね。キレ数字じゃない、はい、その感覚というか自分の、はい、そこを本当に鍛えてきてる、はい、関根学園、はい、関根学園、うんうんうん、その中で、まあ、第3シードですからね、はい、第3ですからね、はい、でもあの取材に行ってるのは、うん、実は富澤アナウンサーが今回取材に行ってるんですけど、うん、あの今年打の関根っていうイメージがあったんですよ、まあ、結果も含めて。ただ安川監督からするとどちらかというとこうしっかりと守りきっている守備のチームなんですっていう話をしていたそうで、うんうん、へー、だから多分総合力でここまで勝ち上がってるんだろうなっていうのは、はい、うんうんうん、感じましたね。かなり手応えを、ね、感じているなっていう話も聞きましたけど、うんうん、そうですよね、本当に初の甲子園も射程圏に捉えてきてるんじゃないかなというのはあります。この6番の谷島くん、左バッターなんですけど、はい、4回戦の柴田中央戦で、ね、ホームラン打ってますし、この試合で2塁打も打ってるし、次の試合で3塁打も打ってるんで、ちょっと恐怖の6番バッターって感じですね。そう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 、6番ですごいいい仕事してるみたいですよ。でもその谷島くんが6番にいるってことは上位打線、まあ、そうでしょうね、得点力やっぱりありますよね、うんうん、4回戦でも8点取ってますし、はいはい、準々決勝でも11点、やっぱその打の関根は変わらず、ただそこにこう総合力もしっかりと今年は備わってるっていう、はあ、中越もいやそこなんですよね。その鴨行政の多分おそらく2回戦、まあ、3回戦か3回戦で当たる可能性があるんですよね。いやそれこそ中越でいうとあの大学アナウンサーが取材しましたけど、はい、ここにも注目のピッチャーがいますもんね。そうなんですよね、あの高橋俊賀君という、はい、まあ、エースが、まあ、いて、はい、アンダー18、そうこの4月にその全日本の高校、はい、18歳以下の日本代表の、うん、合宿に参加をしたと、うん、いうことなんですよね、まあ、かなりポテンシャル評価された、まあ、そうで、
まあ、去年からも登板経験がありますし、うんうん、今年も球も速くなって142キロまで球速も上がったと。みんなすごいな。いや本当にすごい。右の本格派っていうイメージですね。そうですね、はい。まあ、中越といえばやっぱりその右の本格派っていうイメージが近年はちょっと、そうですね、去年の野本君もそうですし、はいはい、毎年こうしっかりと出てくるのがすごいですよね。一昨年の小畑健志郎君、いや本当そうですよ、ね、でその前の佐藤歩夢君も、はいはい、ここ数年はその右の本格派が、はい、いや本当そうですよね、はい、そこに続くこうその系譜というか。そうなんですよ、はい。まあ、代表合宿に行って、うん、それこそ甲子園選抜で活躍した選手からもかなりいろいろ教えてもらったそうで、阿南光、はいはい、あの吉岡君というピッチャーがいたんですけど、はい、でそのピッチャーからスライダーを教えてもらったそうなんですよ。なるほど、はい、その吉岡君が相当スライダーが切れるピッチャーらしくて、うんうん、どうやって握ってるのとかいろいろ聞いてちょっと握りを変えて投げたらそのボールにしてからそのバッターの反応もかなり変わって、うん、そのスライダーでかなり抑えられるようになったとも話していて、まあ、その持ち味の直球だけじゃなくてそのスライダーも一つ武器になったと話してました。なるほど、ね、変わるんだねちょっとのきっかけで。いやそうですね、やっぱその合宿の経験っていうのはかなり大きいんでしょうね、うん、高橋君にとっては。そうですね、まあ、あとそれこ そ、まあ、その甲子園常連校みたいな、うん、まあ、チームの選手がいっぱいいたわけで、うん、まあ、そういった、うん、まあ、選手とも、まあ、夏甲子園で会おうなみたいな、うんうんうん、そういった約束なんかも、まあ、したみたいで、まあ、かなりその気合というのもかなり高まっているような感じを受けましたね。あの噂ではピッチャーだけではなくてバッティングの方もその合宿中は結構評価されたって聞いたんですけど。そうなんですよ、野手としてもあの上位打線を打てるだけの実力はあるそうですよ。そうですか、いや、まあ、二刀流での活躍もじゃあこう高橋君も期待されるところありますね。そうですね、まあ、あと中越でいうとキャプテンの樋口君っていうキャッチャーの子もいるんですけれども、うん、まあ、その子も本当にキャプテン氏が強いなという、まあ、練習から見ていても声を出したり指示を出している姿も見えていて本当にチームをまあ統率している印象を受けましたし、バッティングでもまあかなりいい打球、強い打球を放っていましたから、まあ、投打ともに毎年しっかりとこう夏に合わせてちゃんとこうキャプテンが特に中越はもうしっかりとチームをまとめて望んできてますからね、うん、本当にそこは本当すごいなと。そうですね、中越は去年の夏相当悔しかったと思う。いやでしょうね、まあ、中越ムードは間違いなくあって、うんうんうん、でリードもしてたし、うん、で終盤追いつかれてさよならっていうのは相当悔しいと思う、うん、そして初出場をまあ許した形になったわけですから、うん、夏11回、ね、出てる中越としては、はい、悔しい負けだったと思うから、まあ、その、ね、思いを、まあ、さっきの分離じゃないけど、うんうんうん、1、2年生たちがこの夏なんとかっていう気持ちはかなり強いんじゃないかなと。いやそうでしょうね、はい、中越は特に、あの本田先生も含めて、うんうん、そうですね、うん、中越もノーシードなんですよね。そうですよね、いや今年の夏はなんかちょっといつもと違う感じがしますね。そうですね、うん、でそこに柴田中央もいて、うん、糸井川もいて、はい、うん、県央工業もいるわけですからね。いやだって県央工業とかもそれこそ春の大会とかで日本分離とかなり接戦をして惜しくも負けてしまったくらい、うんうん、まあ、ピッチャーもいいですし、まあ、総合力も高いチームだそうなんで、ね、いや本当にこの D ブロックどこ上がってくるか分かんないですね。これはそうですね、そうだ、相当な試合を勝ち上がってこないと、うんうん、まあ、この準々決勝のエコスタにはたどり着けないというような、うん、いや、うん、本当に息つく間もない、うん、そうですね、トーナメントですよね、うん、この D に関しては。いやこう、うん、ちょっと今 K ディレクターから、はい、あの衝撃のカンペが出まして25分を超えましたというあの過去最長の、あれそんな喋りました、え今5分ぐらいしか喋ってないですよ、5分ぐらいしか、ちょっとアディショナルすぎましたね。ちょっとね。いやもう止まんないですよ。やっぱり高校野球の話は特にこの3人ですると。はい。まあ、いつも会社の休憩時間はだいたい野球の話ばっかしますからね。それが仕事ですから。あ、そうですね。いやいい仕事だね。いやこうやってねあのチームとか選手とか名前挙げさせてもらいましたけれども。全く違う高校が上がってくる可能性だってあるわけなんで。本当そうですよ。それが夏ですか。それが高校野球の面白さ。確かに。こんなに、あの魅了されるというか引き込まれるんでしょうね。だどこがそういうチームになるのかっていうのはね
本当ですよ。本当に楽しみですよね。なかなか熱も冷めませんが、ね、はい、25分を超えたということで、はい、今日はここまでとさせていただきます。はい、はいはい、でここまでお送りしてきましたアディショナル J 新潟ですけれども、まあ、岡さんと大石さんから最後に一言ずつ、一言ずつ、はい、まあ、今大会への期待というか、まあ、どんな大会になってほしいか、またはどんな気持ちでこの夏にお二人も挑んでいくかをちょっと教えてもらえればと思います。あの、私なんですけど、ちなみにあの準決勝の実況を担当させていただきます。あの決勝につながる大事な準決勝の試合ですので、しっかりと、まあ、球児 の、 その熱を自分の言葉に込めて伝えていきたいと思いますし、あの高校野球は今いろいろ注目選手、注目校とかを紹介していきましたけど、そうではないチーム もう一校一校ストーリーがあって、そういったストーリーをしっかりと私たちも大会期間中に吸収して皆さんにお届け していけたらと思っていますので、ぜひあの連日高校野球放送しますので、皆さんスーパー J 新潟ご覧いただければと思います。はい、これでも27分ぐらいになりました。そうですね。じゃあ鳥お願いします。お願いします。はい、特に今年こういう気持ちっていうのはなくて、常にこう例年同じ気持ちなんですけど、その同じ気持ちっていうのは、シンプルに野球ファンなんですよ。なので試合 その一挙手一投足、この後どうなるのかっていう、本当に筋書きのないドラマをみんなで応援するっていうのがやっぱり楽しいじゃないですか。はい、はい、で当然そこには泥だらけになって一生懸命、3年間っていう限られた時間を頑張っている球児たちの青春があるので、まあ、そこをしっかりこう切り取って、うん、我々なりにこう伝えられる感動とか、うん、選手たちの思いとか、プレー以外の部分をしっかりこの UX の野球チームで皆さんに伝えていけたらなというふうに思っています。7月5日金曜日、はい、開会式は UX 生中継いたしますが、はい、司会は大角レイジアナウンサーでございます。はい、一言意気込み言ってもいいんじゃないですか。当然です、もちろんです。はい、私たちだけじゃなくて、そうです、あ、そうですね。でも本当に、まあ、高校野球注目校があったりとか、まあ、注目選手がいたりとか、はい、それこそグラウンドに立てない司会の選手もいますし、うん、ご家族もいますし、本当にいろんな方の支えがあって、応援の力があって、高校野球ってその成り立っているんだなというか、そこに魅力が詰まっているんだなって、本当例年取材をするたびに感じているので、まあ、そういったところまで、またそのグラウンドにいる球児の思い、またその姿を、もうそれは熱い思いでしっかりお伝えしていければと思います。はい、我々も頑張りますが、はい、高校球児の皆さん、そしてそれを支えている皆さん、はい、この夏、ね、最高の夏にしてください。応援しています。頑張れ頑張れ頑張って。この動画が良かったと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さん良い週末を。